SSD サンプラテスト第2弾、今回はマルチアウトをお送りします。まずこちら SSD サンプラーをトラックへ差し込みます。はい、この後プリセットを保存するために必要でありますので、これ何でもいいんですが、コンタクト5をとりあえず同じトラックへ差し込みます。ここで結合を選択いたします。そうしますとこのような、マルチインストゥルメント画面が現れます。 SSD サンプラーとコンタクト5がこうパラレル状態に結びつけられております。はい、まず SSD サンプラーの方の設定からいきましょう。はい、キットを選択いたします。ブラックバードプリセットよりキットの2番目、これを選択いたします。で、ミキサー画面に移りまして、アウト出力を設定いたします。キックインはこの9番モノラルアウト、キックアウトは10番、そしてキックサブは11番。これで設定いたしました。そしたら今度はパラレルアウト、DAW への出力を設定いたします。とりあえずこれ全部つけてしまいましょう、チェックを。そしたらこちらのこの真ん中のボタンをクリックします。はい、このように立ち上がりました。では一旦こちらを閉じまして、今度はコンタクトの方の設定ですね。とりあえずこのエボルーブ、このトラディショナルカラー、タンバリン、この辺りを入れておきましょうか。はい、こんな感じですね。 SSD サンプラーに戻ります。コンソールの方を名前を入れておきましょう。次にですね、実際に音を出してみましょう。グルーブを差し込みます。はい、SSD クラシックのロックでいってみましょうか。まずイントロ、次にバースのこの辺りですかね。それではそれぞれのチャンネルをチェックしていきたいと思います。こちらにグルーブをすでに入力してあります。 SSD サンプラーをこちらより立ち上げまして、実際に流してみましょう。はい、それではこちらのコンタクト5エボルーブの、タンバリの音源ですね、こちらを打ち込んでいきたいと思います。リアルタイムで流します。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、頭が多分かぶってますので
次にせっかくこうパラアウトにしたんで、FX を追加したいと思います。ソリッドステートロジックのチャンネルですね、G チャンネルで、まずこちらがステレオですね。はい、そしてモノラルが SSG チャンネルのこちらですね。このモノラルをそれぞれのモノラルチャンネルに差し込みます。はい、あとはそれぞれにコピー&ペーストしていきます。それぞれ設定していきたいと思います。まずキック FX、 これプリセットが結構豊富にあるんで使っていきたいと思いますが、一発でこういい感じになりましたね。続きましてスネア FX、もう少し FX っぽくしましょうか。まずコンプレッサーを深めにしまして、スレッショルド、ファーストアタック、ファーストリリース、はい、とりあえずこれで出来上がりました。聞いてみましょうか。
インサートなしの場合はどうなるか。大雑把でありますが、まあ、こんな感じで仕上がりました。それではこれを最後にですね、保存したいと思います。こちらですね、この上、左上のプリセットを保存で、こちらへネーミングしましょうか。 SSD マルチ01。サブフォルダードラム、そうしますとこちらの、インストルメントのところですね、こちらへ入っておりますね、 SSD マルチ01。はい、それではこちらの、保存したマルチが使えるかどうかテストしたいと思いますので、まずこの先ほど入力した MIDI インストルメント、これをもう一つのチャンネルにコピーしまして、でとりあえずここ消しちゃいましょう。トラックを削除ですね。でこのマルチも削除します。はい、で先ほど保存いたしましたこれですね、SSD マルチ01、これをこちらに差し込みます。はい、でこのグルーヴが、このグルーヴをこちらに移動しまして、実際にサウンドを聞いてみましょう。はい、以上をもちまして SSD サンプラーマルチアウトのテストを終了いたします。失礼いたしました。